テッドオリ、サバイバル番組に出演、に対する視聴者の反応集。秘宝、テッドオリ VS 大自然。有名人12人がジャングルで生き残りをかけ限界サバイバル生活する番組への出演が濃厚。ただこの番組は香港国際競争デーまで撮影があり、テッドオリが最後まで勝ち残ってしまうと香港で乗れなくなる模様。これが今年引退予定だった男。デムーロ以上のバイタリティの持ち主だからワンチャンあり得るのくさ。もしかして引退してたら問題なかった？何やってんのこの人。なんでそんな日程の仕事を受けちゃったんだ。なぜオファーを出したのか。そしてなぜOKしてしまったのか。この男がここまで負けることを望まれることはあったのか。さては引退したら下で割と面白おかしく暮らすつもりだったなこの人。これでテッドオリ香港国際競争に乗ってたら、ジャングル生活敗退したってこと？番組のファンはネタバレ食らうってこと？まあそういうことだし逆に香港国際競争にいなかったら、ああ結構残ったんだな、ってなる。どう転んでもネタバレじゃん。記事読む限り、引退するなら出るっしょ、と目される。引退撤回したから出ないのかもな。あれ？まだ出演予定者にいるんですが。らしい。しまった、テッドオリが実は二人いるのがバレてしまう。ジョッキーはたまに分身してほしい時があるから何人でもいてほしいレベル。生き残れても残れなくても、なんなら出ないんかい、でも面白いのずるい。間に合うか間に合わないかギリギリのタイミングで脱落されるのが一番困るやつ。まず大自然で限界生活するフランキーって字面だけで面白いのなんだよ。なんか競馬関係のトロフィーとかオークションにかけて豪邸も売りに出してもう少しこじんまりとした家に引っ越したいみたいな記事読んだから。引退したらもう静かに暮らしたいのかな、じゃあ表にもあまり出てこなくなるかな、とか思ってた。全然出てきてくれそうな気配になってる。騎乗停止中にリアリティ番組出てるの面白すぎる。そういうの大丈夫なのか。ワンチャン大自然生活と金ロスを天秤にかけなきゃいけない事態になってるの笑う。ワンチャン今年頭のうちに正月のスポーツ特番とかが呼べば来日してくれた可能性あった？相席食堂にルメールと一緒に出てた世界線もあったかもしれない。香港国際競争当日。そこには心なしかボロボロで真っ黒に焼けたテッドオリの姿が。テッドオリ、全身にミルクをぶっかけられる。え、不法リアー。もしかして例の収録が香港とかぶってるやつ。これが例のサバイバル番組？サバイバル番組出たりはっちゃけすぎやろ。本当に引退してもなんだかんだ顔見れそうで草生えますよ。これ例のサバイバル番組だよな。今のところ順調に勝ち残ってると見ていいのか？フランキーマジでエンジョイしてんな。香港出られるかわからないのに。フランキーの隣の筋肉もりもりマッチョマンの変態は一体？ちなみに生肉加えて障害物競争もしてる。何がとは言わないが絶対デッドオリを良くない目で見てる番組関係者がいる。障害物クリアして口に加えてる生肉をゴール地点まで運ぼうってなかなかに狂ってないか。番組前の自己紹介動画、需要あるかわからんけど発言の和訳文字起こし、ざっくり、もはるね。お前の集中力は飲みレベルは奥様強すぎて笑う。自分のハイテンションに付き合わされる相手に多少の申し訳なさは感じてるのか。睾丸とかお尻のチャレンジってデッドオリは何をさせられるんです？放電みたいに睾丸のレバー食わされるだけかもしれないから。セレブと呼ばれる有名人たちがジャングルで共同生活をしながら過酷なゲームに挑み、ジャングルの王女を巡って競う番組らしい。食料や日用品を手に入れるためにヘビやら虫でいっぱいの箱に放り込まれて虫かき分けて脱出の鍵を探させられたり、いざ手に入れてもゲテモノ食材だったり、料理するのは普段キッチンに入らないセレブだから完成品が目も当てられない代物になったりらしい。セレブにヤバいことさせるの海外らしくて好き。日本もやれ。武豊も引退するときにやってくれ。概要欄より、キャンプには新鮮な肉もあるよ。フランキー・デッドオリとトニー・ベリューがドントドロップザボールで口いっぱいに豚の睾丸を頬張ります。すでに玉食わされてんじゃねえか。出演前インタビューで睾丸チャレンジの心配してたら番組序盤でノルマ達成しててくさ。デッドオリ笑う。これ最後まで残ったら香港にも出れないのもあってさらにくさ。しかも放送前だから香港にいるかどうかでネタバレになるというおまけ付き。香港に乗ってなかったら勝ち上がってる派と普通に乗りうまいないだけ派でブックメーカーが賭けにしそう。秘宝、
って大自然って言うからなんかアウトドアスポーツでもして怪我したかと思った。別ベクトルで結構大きな問題だった。そもそも引退するにしたって番組のチョイスが大自然サバイバル番組なのおかしいだろ。フランキーが香港にいる間、代わりにジャングル生活を送ることになるライバル吉田豊。